パワーマック G4 の CPU モジュール上のモトローラパワー PC7450 プロセッサ 800MHz パワー PCG4 はパワー PC の第4世代マイクロプロセッサを呼ぶものとして Apple コンピューターによって使われた名称である。モトローラおよびモトローラから分離したフリースケールのプロセッサパワー PC74XX シリーズに対して アップルはこの名前を使うようになった。マッキントッシュコンピュータのシリーズ、パワーブック G4 や iBookG4 のようなノート PC や、パワーマック G4 やパワーマック G4 キューブのようなデスクトップ PC は、このプロセッサの名前からとっている。パワー PCG4 はまた、E-Mac や初代 X サーブ、初代 Mac ミニ、そして G5 プロセッサ採用前の液晶 iMac にも使われた。 アップルは IBM が開発した64ビットプロセッサである PowerPC970 を採用してからデスクトップモデルについては G4 シリーズの採用を終了した。G4 を採用した最後のデスクトップモデルは Mac mini であった。G4 を採用した最後のノート PC は iBook G4 である。本来、組み込み向けが用途の中心であり、ルータやスイッチ等のネットワーク機器。 プリンターエンジンなどで利用され、過去に採用されていたマッキントッシム系よりも大量に出荷されている。7400は1999年夏の終わりにデビューし G4 という愛称をつけられた最初のプロセッサであった。このチップは 350MHz から 500MHz の間で動作し、 1050万トランジスタを含んでおり、モトローラのヒパーモス6プロセスを使って製造された。チップの大サイズは83平方ミリメートルで、同配線技術を使用している。モトローラはアップルに対して5 0 0ヘルツまでの動作クロックの製品を出荷すると約束していたが、初期の部止まりは非常に悪かった。このことにより、アップルは、 パワーマック G4 の 500MHz モデルの広告を取り消さざるを得なかった。パワーマックシリーズは400、450、500MHz のクロックを突然350、400、450MHz に落とした。アップルとモトローラの関係には溝ができ、これによりアップルは IBM に対して モトローラの七千四百シリーズの製品ぶとまりを上げるのを助けてくれるように頼んだと報じられた。五百メガヘルツモデルは二千年二月十六日に再度採用された。アップルと IBM と緊密に協力する中で七千四百の大部分はモトローラにより設計が行われていた。G4 アーキテクチャは PowerPC G3 プロセッサにアルテベックと呼ばれる百二十八ビットの ベクタプロセッシングユニットを加えたものとなった。AIM アライアンスの3番目のメンバーである IBM は従来よりサマーセットデザインセンターでモトローラと共同でパワー PC プロセッサを設計していたが、IBM はベクタプロセッシングユニットを必要とは考えていなかったので G4 チップを製造することはなかった。アルテベックユニットを用いると7400 マイクロプロセッサは4並列、単精度不動小数点演算ないし、16並列8ビット、8並列16ビット、4並列32ビットの整数演算を1、サイクルで行うことができる。さらに、このベクタプロセッシングユニットは、スーパースカラ構造を持っており、2つのベクタ、演算操作を同時に行うことができる。この特徴は、 アルテベックユニットを利用するように設計されたアプリケーションを使う場合に当時のインテルの X86 マイクロプロセッサに対してパフォーマンスを上げることができた。エフェクトやオブジェクトの軌跡をレンダリングする際にアルテベックユニットを利用すると高速化される Adobe Photoshop やアルテベックユニットを利用することでオンザフライでファイルのインポートや変換を行う Apple の iLife。 アプリケーションスイートはアプリケーションの一例である。7400の PowerPC プロセッサとしての基本的な仕様やマイクロアーキテクチャの多くは PowerPC750 のものを踏襲しており、アルテベックのサポートが加えられた点以外は大きく変わっていない。その中でも数少ない改良点として挙げられるのが対象型マルチプロセッシングのサポートとフップーの改良である。 7400は改良されたキャッシュコヒーレンシープロトコルにより SMP をサポートする要機能強化されている。また7400のフプーはパワー PC604 のフプーをベースとして開発されたものを搭載している。これは604のフプーがパワー PC750 のフプーよりも倍精度演算命令の例ンシが小さく、 クロックあたりおよそ25%高速であったためである。パワー PC7410 は7400と同じ設計であったが200ナノメートルの代わりに180ナメートルで製造された7400と同じく1050万トランジスタを搭載している。これは2001年1月9日に初代パワーブック G4 でデビューした。このチップは キャッシュの全量内し半分を高速なメインメモリとして使う機能が追加されている。これはキャッシュを指定のプロセッサの物理アドレス空間に割り当てることができるというものである。この機能はマーキュリーコンピューターシステムズのような組み込みベンダーによって使われた。PowerPC 7450は G4 プロセッサにおいて最初の大きな設計変更が行われたものである。 チップには3300万トランジスタ搭載され、7400、7410から大きく増加している。主な変更点は、以下の通り、7450は2001年1月9日に、733MHz のパワーマック G4 に採用された。なお、パワー PC7451 は7450と同等の機能を持つマイナーチェンジ版であり、 7441は7451から L3 キャッシュのインターフェースを省いたものである。7400、7410に対して大きな改良が行われた 745X、744X 系列のプロセッサを G4E もしくは G4 と呼ぶことがあるが、これは公式のものではない。p o w e r p c でオンチップキャッシュバスが より広い256ビットになり、180ナノメートルの SOI プロセスで製造された。これは Apple にとって 1GHz の壁を超えた最初のプロセッサだった。7445は同じチップで L3 キャッシュインターフェースを除いたものである。7455はアミガオネ GG4 で採用された。2005年初頭。 アップルの G4 シリーズの中で出荷された最も高速なプロセッサは MPC7447 バイトであり、これは 1.67GHz で動作するもので、2005年に1月のパワーブック G4 に採用された。5800万トランジスタからなる7447は7450、55からほんの少し改良された。 これは5 1 2イトのオンチップ L にキャッシュを持ち1 3 0トルで製造され、その後低消費電力化される。7447A では DFS と共にサーマルダイオードも集積し、フリースケールは少しだけクロックを上げることができた。7457は L3 キャッシュインターフェースを追加されたものである。パワーマック G4 と パワーマック G4 キューブをアップグレードするのに7457を使う企業はギガデザインズ社とデイスターテクノロジー社とパワーロギックス社のみであった。ペガソスコンピュータもまた7447を使ってペガソス 2G4 を販売していた。MPC7448 は7447が進化したもので本質的に1メガバイトの L キャッシュと200。 メガヘルツの FSB を持つ90ナメートルで製造された7447の高速かつ低消費電力版である。フリースケールの新しい標準コアである E600 はこれらの機能を備えている。デイスター社は、ワギ 2GHz まで動作するアルミニウムパワーブック G4 に対する7448アップグレードキットを出荷している。745X に見られる。 多重化バスインターフェースによって、帯域が抑えられているという問題が思い起こされる。また、フリースケールのソックチップの商品ラインアップ計画と対照的だと思わせる。このラインアップは、シングル内視デュアルの E600 コアを用いラピジオや PCI Express を通してより早いシステムインターフェースと接続できる。また IO 同士を 667MHz で動作する。 多重化バスで接続し、コアと DDR、DDR にメモリコントローラは、非同期マルチプロセッサをサポートする。このアーキテクチャは、フリースケールの MPC8641、および MPC8641D プロセッサモデルで登場し、2005年の10月に、リビジョン1.0として、テープアウト、2006年中頃に特定顧客向けに、 サンプル出荷される。商品化されるのは2007年初頭を予定され、出荷時のコアクロックは1から1 5ヘルツメモリクロックは400から6 0 0ヘルツを予定している。2004年フリースケールは新しい処理能力の高いコアである E700 を発表した。これまで公表された2、3の詳細情報から、このコアは E600 とよく似ていて。 64ビットプロセッサで 3GHz ないしそれ以上のクロックで動作し MPC87XX と名付けられている。3つのシンプル IU が1エントリー、コンプレックス IU が2エントリのリザベーションステーションを持つ。ただし、コンプレックス IU のリザベーションステーションからの発行はインオーダーであるため命令ウィンドウとしては1命令分しかない。リザベーションステーションに 空きがあれば、発行級の内最新の3命令文についても、アウトオブオーダーで発行できる対象になるため、これを含めれば6命令となる。MPC7448 ディスクマイクロプロセッサありがとうございます。